モノシリッスまだ間に合う夏休み自由研究スペシャル、3日目の今日は袋井市の八田山村営寺が舞台です。こちらで期間限定で開かれているのが、絶対起きるやつじゃん。怖い。呪いの生贄くじ。そう、こちらはお化け屋敷です。ホラー業界で有名なお化け屋敷プロデューサー五味博文さんが監修で、大人も本気で怖がるという本格的なお化け屋敷です。それではどうぞお聞きください。めっちゃすごく怖かったです。怖さも相まって涼しくなった。めっちゃ怖くて、なんかこの暑さ忘れるぐらい涼しくなりました。ということで今日のテーマは、怖いと感じるとなんで寒くなるの。怖いと思うとなぜ寒くなるの。すごく怖かった。怖いっていうイメージは寒いっていうイメージだから。びっくりした時とかに冷や汗が出るからみたいな。血の気が引いてさーっていう。実際本当にこう寒いっていう感じじゃなくて、精神的になんかこう、そう自分で思うっていうのかな。答えてくださった皆さんありがとうございました。さあ果たして答えは。教えてくれるのは兵庫医科大学の服部益次教授。よろしくお願いします。明確な答えはあるのでしょうか。怖いものが来ると我々やっぱり自分を守らないといけないということで構えますので、心臓とかがまず守らないといけないことで、心臓に血液がまあ溜まるというか、その一方手足が血液の流れがちょっと落ちるので寒く感じるということです。私たちの体には体を活動モードにする交感神経とリラックスモードにする副交感神経があります。怖いときは不安などストレスを強く感じ、交感神経が活発になります。すると心臓に血液が集まりドキドキするのです。一方で皮膚の血管などは縮み、心臓に血液が溜まった分手足の血流が悪くなって体が冷たくなります。なんとか自分を守らないといけないときには動物なら毛を立てると、我々であればちょっとこう鳥肌を立って体をなんか守ろうとしていることだと思います。自己防衛的な体の反応と考えていいと思います。服部教授によれば、怖い体験をしたときに体温を測ると普段よりも下がるというデータが実際にあるようです。暑い夏でも怖いものはヒヤッと感じるのは、人間の身体的な機能が関係していました。